黒持って汗だくなんですけど、いきなり一発目か。じゃあちょっと行きますね。時間あんまないんで今日。景色が綺麗。こんな来た記憶ないな、俺子供の頃。まだ登んのこれ。しんどい。外人しかいないよ。重要文化財。中国旅行ってこと。人の多さ見えるこれ。人の多さやばい。暑いし。これ金払うのか。
はい、汗がやばいますけど。あっちも人が歩いてるからあっちも行けんだ。いらっしゃい。これね、持ち上げる必要もなくて。ちょっとね、ルート変更して今日清水から来ました。久しぶりに来たっていうよりはもう全く記憶にない。記憶にない子供の頃は。今年の漢字募集中だって。人がやばい、映せない。映画の舞台がそこにあるね。元気だ。わお、清水の舞台だ。なんかあそこに塔がある。あれ撮りたいな。ちょっと写真撮ります。とりあえず涼みたい。少しやばいっすよ、ここ来るまでの坂が。あんな坂、子供の時登ったっけ。死ぬかと思った。今工事してるね、結構なんか補修工事というか、あちこち工事してる。動画撮ってる外人がいた。みんな工事してる。紅葉はもう終わりかけですね、ここは。しかも昨日のゲリラ雷雨で多分落ちちゃってる。ここは綺麗か。アミダロガル。エキゾチック。ここは撮影禁止って書いてないね。こっちは撮影禁止って書いてないんだ。昨日のところはダメだったけど、まあ、世界
電波悪いね。人がいっぱいいるからかな。電波悪いけどちょっと写真撮りたい。今さすがに紅葉は見飽きてきたね。何これ、触れ合い感度。やっぱ舞台はあそこ以外は回収しちゃってるね。ちょうど回収して、あの真ん中の出たところだけストレートに見えたんだ。ここから撮っとこうか。なんか被害があったってでも言ってたよね。台風だっけ、台風かな、なんか聞いたな誰かに。あこいらっしゃい、ね、清水寺ですね、世界遺産。ちょっとあの舞台はね工事しててちゃんと全部見えないけど、どうなんだろうね、まあ、補強がやばいね。地震だっけ台風だっけ、なんかどっちかで被害受けたよね。台風かな、後ろの方が綺麗だよ。乗っていいから、はい、写真撮っとるよ。ペタ、ピンちゃんまでごめんね。ペタ、こっち。飛び降りる。確かに一箇所飛び降りれそうなとこあるんですよね、あの真ん中のとこに。一箇所人が出てる。あそこ以外飛び降りれない。あの真ん中だけ工事 してないんじゃない。なんかねでもちゃんとプラ板で囲われて、なんかそこだけ補強されてたかな。あの今人が覗いてる、見えるかな、白いちょっとプラ板があるとこ。今でしょ、電波悪い。でもやっぱねちょっと離れてる、遠目に見えるかな。京都タワー、京都駅から結構離れてるから。そうだねって流行語大賞だっけリアルタイムネタやな。もうここまで来るのに疲れちゃった。みんな清水寺って来たことあるよね。あんな坂登ったっけ。この角度は綺麗やな。めっちゃ竹みたいなので補強してあるもんだ。あの補強具合、ちょっとね電波あんま良くないから、とりあえずサクッと移動しようか。次嵐山から。悪かったね。でもまあ来れたことに俺は満足ですけど。いやあの回収はしばらくかかるでしょ多分。音羽の滝ってなんですかこれ。
が見ると綺麗。枝が邪魔。これ撮りたいね、この位置から。呢度唔知去邊嘅，佢唔敢行。止まったのは駅前ですね。駅前。駅から3分。いやね、朝のバイキングがすごいね、いいバイキングっていうか、質がありそうなバイキングで、結構ね、頑張って食っちゃったらお腹いっぱいでも今。それで歩いたから超苦しい。普通の人はこれ多分宿泊料金に含まれてるんだけど、普通の人が食べると2000円のバイキング、朝食2000円バイキング、結構いい値段だよね。普通1000円ぐらいだよね、バイキング。この辺紅葉まだ綺麗なとこあるね。昨日のでも冬至を見ちゃってるからな。一回写真撮ります。東和の滝っていうの、これこんなの俺記憶にないの見た。あ、来た地蔵、俺こういうの好き。夜中来たらやばいやつや、これ。なんか綺麗じゃない、このもみじの色。紅葉が落ちててめっちゃ綺麗。暑い。昨日よりは暑くないか。昨日なんか本当日本全国的に異常だったんでしょうか。クソ暑かったもん、歩いてて。超今日昨日のことがあるから。ヒートテックを脱いできた。間に合うかな、今日行きたいとこ。ちょっとね、予定外のことがあってね。したかったライトアップもう終わってると思ってたとこが今年1週間伸びてるんだよ。それを昨日知ってルート変えたんですよ。本当だったら2日で終わってるその紅葉ライトアップが今年だけ9日までになってて、今年だけっていうかその多分まだ見頃があるから伸ばしたんだと思うんだけど、
コロケン、スキーミー湯豆腐800円だと安くない？チャイナね、チャイニーズなんか観光客減ったって聞いてたけどさ、結構昨日今日見るとチャイニーズが一番多いよ、やっぱり。湯豆腐800円も安い、安いって思っちゃう、俺もあれなんだろうけど、京都価格的にはめっちゃ並んでるよこれ。何？何してる？これって何なん？これが音を放たけってやつ？紫外線滅菌装置とかあるよ。別にこれロリーじゃないからね、俺。今ちょっと、今来た人、これ俺ロリーじゃないから。これロリーじゃないんですよ、俺。チェイスーツしてるわけじゃないから。この奥の奥、奥見て、奥。これ何なの？飲んだら何になるの？めっちゃ並んでるからちょっといけないけど、写真撮っとこうか、この JS とともに写真撮っとこう。あ、来ちゃいなさい。やべ、俺がロリコンだと思われる。俺はロリコンだと思われる。タイミングで。水飲むもんなの？あの外人めっちゃ飲んでるぜ。めっちゃ飲んでたぜ。みんなに公開処刑されてるみたいで嫌なの。あれさ、みんなこっちから並んでこうやってみんな見てるんだよ、あのところ。とりあえず行こうか、あの JS が多いから。あ、やっぱそうだ、音羽の滝。まあ、どここの話は、この話は違うじゃない。その話は違う。あ、今年の漢字募集中あるよ。え、これ今日までじゃん。え、今日までなんだけど、今年の漢字ちょっと、これ。何がいいか、何にする？ニコ生で生にしよう。写真撮っとこう。寝ます。
立身弁つけると何？立身弁つけると正じゃん。書かせないでよ今。書かせないでよ。全然意味分かんなかった。手で書くまで分かんなかった。うん、今ね改装中でちょっとね綺麗には見えないけど、これが清水の舞台です。この角度写真撮りたいな。ちょっと待って、赤線行く。外人しかいないよ。飛行機が走ってる。走ってるじゃねえ。これ画質悪いからな、見えないか。伏見稲荷はね、去年この前行ったんですよ。配信しだしてから一回行ってるから、行ってないよ。行こうか。あんま電波良くないから。外人しかいないし、心細いよ。修学旅行生か外人しかいないよ。伏見稲荷は俺 YouTube に動画上げてあります。登った一番上まで。死んだ。雨の中。ビューティフル。今日これから移動して1時間後ぐらいかな。だいたい1時間ぐらいかかっちゃうと思うんだけど、もっとかかるか。バス停まで遠いからな。次あれ嵐山行きますんで。ここにしだれ桜あるんだ。岩手県水沢市の花だって。なんで岩手県の花が。テーマパークなんだ。なるほどね。外人ばっかりよ。アジア系多いな。お抹茶700円。お腹いっぱいなんだ、ごめんね。朝のバイキング食いすぎた。マジでお腹いっぱい。なかなか綺麗だ。まだ落ちた音はいえ、こんなにモミジ落ちてるけど、こんだけ落ちた割には綺麗だ。秋の京都って感じ。広いね、ここ。夜景じゃないや、展望台みたくすごい綺麗に見えるところが。もうちょっと世界遺産なんだから電波強くしてほしいよ。庭園がある。カムス何語だかわからないよ。中国語じゃなかったよ今。ベトナム語かな。もうこの外人の言葉しか聞こえないよ。外人の言葉以外に聞こえてこないよ。クロスとって何。本当に日本語が聞こえない。あれよ、
これから出てくるんだ。あ、このちょっと待って、この海水きれい。これきれい。めっちゃ赤いや。もう散りかけの最後の。そこも綺麗だ。なんかどっから帰ってきてるの。ビューティフォーね。テレレテレレテレレレ。もっと危ない危ない。あとちょっとで、あとちょっとでもう散っちゃう感じだ。これ撮っていい、ここ。10年後には2倍になる。何が？あ、外人？大丈夫大丈夫。なんかこの速攻みたいなところにはまりそうだった。前見てたらびっくりした。最後にもう一回だけあの京都の景色を。でもこれ来たとこだよね。前半いなかったと思うんで、いなかった人のために。入り口ですね。なる何なるって。はい、チーズってこと。着物レンタル1000円からって書いてあった。綺麗やな。さっきもっと綺麗なとこあったんだけど、どっから見たんだろう。あ、もう一個上か。もう上か。本当に日本っていうか、でも意外とヨーロッパ系の外人もっといると思ったんだよ。金閣寺じゃねえ。清水寺だったら。今日も暖かい。もう一回登るの面倒いな。でも見てない人がいるから最後に登って帰るわけ。これ面倒い。面倒いって言っちゃうんだけど、しんどい。マジでしんどい。もうなんか1個目から今日体力使いまくりなんだけど。奥の院越えなきゃいけないの。あ、大丈夫か。この景色いいかも。ここ。これやばいね。ここ。JC なの。マジ写真撮ろうこれ。なんかちょうどこれがあるから、この横はもっと綺麗なんですけど、ぶっちゃけね。これ西門、サイモン。この真正面が京都タワーですね。
そうそう、門が額縁代わりになってた、これが。景色だけはマジここめっちゃ綺麗に見える。晴れてよかった今日。よし、じゃあね、ちょっとあんま時間ないんで、10時52分か、1時間ぐらい。赤いね、すごい願望。ちょっと帰り道降りてく途中まで配信して一回やめますね。次ちょっと嵐山まで移動します。ちょっと今日ルートね、当初は一発目に嵐山行く予定で、ここは最後の方の予定だったんだけど、最後のとガーワンク、そうね、ちょっと行けるライトアップが1個増えたんで、それを夜をそこのライトアップに行くとなると、こっち来てからだと遠回りになっちゃうから、先にこっちに来させていただきました。そう、嵐山行ってみたい。俺一回も行ったことないですよ、人生で。ここはまあさ、修学旅行で多分来たことあるんだけど、多分ね、覚えてないけど。一回も行ったことないから来たいんですよ。でもちょっと紅葉はもうピーク超えちゃってると思うけど、嵐山も。これが仁王門だっけ、なんだっけ、有名なやつだね。鬼の顔が見える。なんなんだっけ、これ何門ですっけ。仁王門だ。もう中にいるけど、これうまく映せない。ほらびだ、ほらはお死んじゃパロ、死んじゃっちゃやばい。中にいるんだけど見づらい。もう本当にアウェー感が半端ないよ。スーパーアウェー感が半端ない。本当に日本語が聞こえないんだけど。やべえ、見える、この人混み。芸能人の店とかあるの？わかんない、行ったことないんだよ。この人混み、人混み明るい、これだよ、これ。やばいな。ちょっと歩いて帰りますか。バス停まで10分ぐらい歩くんだけど、何も買ってく気力もないわ、これで。ほぼ外人、ほぼ外人、90% 外人、マジで。あ、いや、あだね、70% 外人、30% 修学旅行。修学旅行は結構いる、修学生っぽい、日本の。何これ、シューチャンチャージバーリア、何これ。お土産ね、手荷物になっちゃうから、今回車じゃないから、極力今回はお土産を買わない。どうしても欲しかったら送るけど、めんどくさいね、ちょっと重いから。確かに、確かにチャイニーズめっちゃいるわね。昔よりは減ったんだろうけどね。あんまり一つの感じ。センスが綺麗。やばいよね、見える、この先、先下り坂見える、これ先。人
人しかいない。ハローキティは秋のお得セット3000円だって、高っ。中国人の方に手も潰れる全部はないんだよ、さすがに。修学旅行生がでも買わないか、お金ないから。逆走してる感じ、すげえ。マジで日本人がやばいよ。うまそうだな。こうか。おいえ、英語が聞こえない外人ばっか。やっと聞こえた日本語がうまい棒だった。中国人米ポンポンしてる？あ、そうなの？趣のある店だ。未だにこういうとこよく潰れないと思わない？違う持ってるやつ。漬物食べるあるよ。スタバなんてあるの？修学旅行生はお土産をちょちょいと買うぐらいだもんね。お好み焼きまんじゅうだって何それ。お腹いっぱいに食ったから出た。またこの鉢巻き、どこにでもあるね。どこにでもあるけど、どこも値段が違うのはなんで？昨日260円250円だったの、ここ280円だ。微妙に10円単位でずれてるの、何の意味だろう。何ここ、今日バームだって。バームクーヘンか。もう八つ橋はあんま好きじゃないから。一つずつの個包装とかできてるね、八つ橋。時代が進化したね。八つ橋ってなんか袋詰めしてないイメージだけど、一つずつ袋詰めしてあるやつが出てる。これどっちだ俺、帰り道。バス停どっちだ、ちょっと調べないとこれ分かんないな。変な方行っちゃいそうだね。なんでこれコナンがさっきからずっと、あ、コナンが清水寺なのこれ。でさっきからすげえコナンがいっぱいあったんですよ、ポスター。なんでだろうってずっと思ってたんだ。清水寺が出てくるんだ。だ注意してなかった。ちょっと待って、一回少々お待ちください。Thank you.
タンポポさんいらっしゃい。今のはね、昨日の冬至の五重塔のライトアップ、めっちゃ綺麗だね。絵はがきで売れそうなアングルで撮れたって。時間なくてね、みんなからおすすめしてもらったとことか全部行けないんだけど、とりあえず次は嵐山行きます。ガンガンタクシーが通ってくる。CM 流してくれない？え、今やってないんだあれ。てん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 、今やってないの？でもなんか何かで見たけどな、あれホームページかな。ちょっとなんかアコースティックバージョンみたいになってた。ホームページかあれ。手ぶれが激しくなってくる。疲れてくると申し訳ない。電波が止まってた。三年坂ってどこ？前菜とか、だから食べられないですよ、あんま。お腹がパンパン。バイキングしてきたんですよ、ホテルで。多分昼もいらないぐらい食った。湯豆腐とか京都っぽいやつとか漬物とか。あ、まだ CM やってた。あ、じゃあでも俺はテレビつけない人だから、俺は見たのはインターネットですね。なんかでも昔とちょっと音楽が変わってますよね。あのテーマソングのなんか質というか、ちょっと現代風になってる。あ、ヤンクいらっしゃい。もう今清水行ってきちゃった。あ、バスが見えた。バス通り来た。じゃあちょっとここら辺で一回通り落ちということで、多分1時間ぐらいかかっちゃうね、ここから。全く反対の方向向かうから、今から。で、嵐山行った後に、金閣寺とかも行く予定なんで、またね、もし見れる時間あったら、よろしくお願いします。じゃあ、とりあえずバス通り見えたんで、ここで一旦通り落ちです。